はい、皆さん、マイドマイドはい、動画の方はね、左右の長さを合わせてるところかな。自分が見たね、左右の長さとお客様の見た左右の長さっていうのが本当にね、なんか違うんだよね。自分がいいなと思ってもお客さんがこっちが長いって。いや、引っ張ってみるとね、いや、そんなことはないんだよね。だけどそういう風に見えてしまう。まあ、結局最後ね、この左右の長さっていうのはお客さんが納得するところで、まあ、妥協しとけばいいんであってね。あんまり深追いしない方がいいよね。 <laughs> 深追いするとどんどんね、なんか、訳けが分かんなくなっちゃうからね。まあ、深追いするってことは切るってことだからね。切れば切るほど短くなるんだからね。当然ね。と、最後ね。本当に合わなくなっちゃうからね。今、これ、左右の長さ、この状態で見てるけど、本当に精密に合わせようと思ったらね、再度分け目とかあるじゃないまあ、分け目の影響ないようにね、サイドの毛束をね、上下に二分割してね、それで下の毛だけで、 左右長さ合わせると、まあ、精密に合うよね。あとは後ろの毛を見えないように隠しておくってことでも大事だよね。まあ、そういう一手間をしんぶとね、こうやって時間かかるんだよ。本当にね、急がば回れだよね。まあ、でもね、カット中ってね、なんかそういうこと考える余裕がないんだよね。なんかちょっとここで切っときゃ合うだろうってんでね、その一手間を結局ケチっちゃうっていうの、仕事中にね。 まこういう時ってカットしながらさ、そのブロッキングして左右合わせる手間とね、今ここで左側でも右側でもね、ちょいと切れば合うんじゃないかとその手間をね、まあ、天秤にかけて頭の中で瞬間で判断するんだよね。んで結局 ま、ちょっと切れば合うだろうって、その安直な考えが、意外と合わなかったりするんだよね。引っ張った時の長さ自体は合ってるけど、毛流の違いとか、毛先の曲がり具合で同じに見えないとかね、いろんなパターンあるからね、ここはね、分け目の違いってのもあるしね、頭蓋骨の違いってのもあるしね、本当にね、左右のこの長さの合わせ方、ワンパターンじゃないよね。いろんなパターンがあるってことだよね。でいろんなパターンを想定してやっていかないと、 結局時間かかったりするよね。はい、これ今動画のはがね、毛先を自然に10%センニングで確かすいたかなもう。やっぱちょっとね、水筒がないとね、なんかブツーってなんかドサーっとね、しちゃうからね、毛束の先っちょがね、いくらチョップカットで切ってもね。この辺はお好みって言えばお好みになるよね。まあ、一つにね、どっちばるからね。それに紙の量もね、 それほど全体に見たら多くないからね、毛先だけちょっと吸いとけば OK と。あんまり吸くとね、ゴムがす,すっぽ抜けちゃうからね、縛った時のね。まあ、特にね、問題のないボブカットね、もうネタがない。こういうカット見ながらね、喋ろうと思ってもね。はい、お疲れ様でした。